こんにちは。ジャーマンアイリスヘメロカリス通信販売花咲かじネットです。今日は2020年4月26日です。ここ高崎ジャーマンアイリス園の新しい畑からお送りします。はい、先日咲き出したダッチアイリスですが、このように花の数が増えてきました。白と黄色の明るい感じのダッチアイリスです。こちらの畑の方でも花びしそが少しずつ咲いてきました。こちらは花の茎が伸びていますが、インディアンチーフですね。道端に植えてあるインディアンチーフの方が、あと1週間ぐらいすればもう花は咲いています。はい、開花状況なのですが、最近雨が降らないので、まだ花の茎は伸びているのですが、花はほんの少ししか咲いていない状態です。はい、こちらでも花の茎が伸びています。この辺でも花の茎が伸びています。もう少し雨が降ってもらえれば、助かるのですけども、このように地面はかなり乾燥してきました。はい、こちらの方に先日から咲いている古い品種の花ですが、ちょっと風に揺れています。こちら上、青、下、紫という名前で出している古い品種ですね。こちらの方で野菜の苗の方も手に入れまして、こちらの方も時間があったら植えていきたいと思っています。はい、あとはまだつぼみのところが多いですね。あと1週間ぐらいしないと花が咲かないと思います。はい、こちら薄い黄色という名前で出している花ですが、ちょっと花の黄色の部分が見えてきました。今日咲き出したのが一つありまして、こちらが春と秋に花を咲かせるブラタントですね。昨年の秋にも9月、10月ですかね、花を咲かせていました。その辺ですね。上が黄色、下が紫、小豆色といった感じですかね。こちらの方が咲き出しています。こちらも咲きそうです。ちょっとこれは花が傷んでいますが、咲いています。こちらの方にも咲きそうな感じでつぼみがあります。あとは、前日から咲いているレアエディションですね。こちらの畑ではちょっと生育が今一つで、草丈は20センチぐらいですかね。こちらの方でも咲きそうな感じです。こちらのペルシャビリーが少しで咲きそうな感じです。でも花の茎が伸びています。ちょっとジャーマンアイリスの方が昨年ダメになった品種が多くあるので、昨年に比べたら花の勢いがいまいちという感じですか。はい、こちらがマウンテンバイオレットですね。こちらの方は木が伸びて咲きそうな感じですね。ヘメロカリスの方ですが、新しい畑の方にだいたい植え付けました。ちょっと雨が少ないので
葉が黄色くなってきたので、スプリンクラーで水をやる必要がありますね。ここ、1週間以上雨が降っていないので、だいぶ土の方もカラカラになってきました。はい、まだまだヘメロカリスの苗は半分ぐらいありますので、なんとか新しい植える場所を確保して、引き続き植え付けていこうと思っています。はい、それでは失礼します。